なんで昇進できないんだよこんな生活やってらんねえよ久々に合流したいなあわわわ漏れちゃう漏れちゃうよもう限界だよいた人ん家にポイ捨てすんなよなえ、財布カードケースもこんだけ落とすなんてどんなおッチョコチョイだよえ、ただ見た若いよあいつ財布に100万も入れてるぞマジでムカつくやつだなでも今日だけは許すこいつを競馬で増やして金持ちになってやる <laughs> 100万で1点で みんなを誘ってキャバクラで豪遊でー <laughs> うーギリギリ間に合った少し漏らしちゃったけどまあセーフでしょトイレだけ借りるのも悪いしコーヒーくらい買ってあれ財布ない嘘嘘カードも全部ない走った時に落としちゃったやばいやばいやばい購買行かなきゃ <laughs> すみません財布届いてませんか財布届いてないけどそんな財布に100万円入ってたのに誰かパクっちゃったのかな100万君そんなに金持ちに見えないんだけどなんか怪しいね いやどう見ても会社の偉い人でしょどこがどこがって全身から出るオーラみたいなオーラっていうかなんか匂うんだけどあいやそれはさっきちょっとだけほんとちょっとだけ出ちゃったからやっぱり匂うねここじゃなんだからショーまで来てもらおうかそんなうっしゃ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 みんな飲んで食べて騒げこんなうまいもん久しぶりに食ったいいってことよホームレス仲間だろ喜びは分かっち合うもんだろじゃんじゃんお酒持ってきちゃってそんじゃ遠慮なく うひょーマジ豪遊最高ーあの失礼ですがお支払い大丈夫ですかお金持ってるように見えないんですけどっていうか住む場所もない人ですよね大丈夫大丈夫僕にはこれがあるからね今の視点でそれじゃ足らないんですけどえー、本当にでも大丈夫僕にはこいつもあるからさ足らない分はカード払いにしといてよさあ豪遊しまくるぞ 財布を落とすし、ちょっと漏らすし、おまわりさんには疑われるしなんていいだ。はい。もしもしカード会社ですか？何ですかえ？多額の利用。今日は使ってないけど、っていうか手元にないし。ああ、私のカードが使われてるで、どんだけ最悪なんだ。また交番行って被害届出さないと <laughs> 思いっきり購入したから気分最高。 がいいよね、あいつもそこで落としたと勘違いするだろうしけっ、ッドミザト警官でどこで落としたかわからないのはいコンビニでないって気づいたんでその前だと思うんですけどだったら一緒に見てもらおうかよろしくお願いします何でいるんだ僕だってバレ,だろ、ま、さかバレっこないよねでもどうなんだろう微妙に会話が聞こえないからわかんないよそれじゃパトカー乗ってえパトカーですか何嫌なのだって前は交番から警察署まで乗せられたし見た目だけで疑われたのもあってまた嫌な気分になるし乗るの乗らないの乗ら乗ります今乗らっていったやばいバレてるどうしよう逃げなきゃでも